シャバくんちチャンネル、パーチャバでございます。ということで今日はゴールデンウィークマトリンラーメン合宿が午前中に入っていましたので夕方に帰ってきてからのボンバーでございます。動画が遅くなってしまって本当に申しません、シャンションシャンションショー、申しません、シャンションションショーでございました。ということでクラブセレクションいきましょう。ユベントス、ユナイテッド、シティ、パリということで、まあ、シティからキャンいいんだろうね。ということで見ていきましょう。オールライツ。まあまあ、多いんでね、注目選手だけ行きましょう。はい、ルーベン・ディアス、神です。ルーベン・ディアスは神です。強いです。最強です。そしてジェズスは、なんか俺、能力的には良さそうなんだけど、あんまり使ってる人は見ませんね。ロドリは神です。ロドリは神です。もうなんだろうね。ロドリは神持ってないから絶対欲しい。牛丼ちゃんも強いです。でカンセロはなんかリアルのカンセロほどは強くないと。フェラントーレスはどうなの？まあよくある感じですよね。当たりはディアス、そしてロドリ、この当たりがないかな。マフレーズどうかなということで、僕はねロドリを持ってないのでロドリ絶対欲しいと思います。あのカゼミロもねこの間ゲットしてノリに乗ってますチャマですから、お願いします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 。さあどうだ、さあ来い、当たりのやつ。こ21番おいおいおい、ふざけんなよお前、21番はダメだろうがよ。これマジか、3分の1がもう消えちゃったじゃねえかよ。あと2回しかチャンスがねえぞ、マジか、やるしかねえのか。頼むぞ、俺をこれ以上切れさせるな。ユナイテッド本気でやれ、本気でやれガチャ。あ、ユナイテッドじゃシティだ。あった、これの足の太さあるんじゃない、え、あるんじゃない、あるんじゃない、これもしかして。よっしゃ、オッケー、オッケー、どうぞ、オッケー。まあでも1回目で当たんなかったの許せないですね、今考えても。お、変やなっていう感じですね。チャマだぞと、おいコナミハンちゃん、もしかして3番、もしかして、おい頼むぞ、神引きすんじゃねえぞ、神引きすんじゃねえよ。まずいよ、ルーベンは乗り換えたくなっちゃうじゃん、マジかよ。まあいいや、あんまりおね、カッカしてもしょうがないんで、次行きましょうということで、パリ・サンジョーマンでございます。ネイマール。まあ強そうなんですけどね。フィジカルが弱すぎて神っていう感じでしょうね。キリアン・ムバッペはまあ強いでしょう。え、今までのムバッペの中で一番強いワンである？ディマリアちゃんは逆足がふざけるなって感じですね。マルコ・ベラッティはやっぱりフィジカルが舐めてんのかっていう感じですね。プレス・キンベンベは、あんたかっこいいじゃん、強いよっていうとこですね。いいでしょう。ケイロル・ナマスはハって感じですね。アブドゥ・ディアロ、187cm、30でフィジコン91、ディフェンスの89、結構良さそう、スピードも91の86、あれで、サイドバックおじさんじゃない、え、懇願は、まあまあ、まあまあ、はい、ダニーロ・ペレイラ、アンカーの、ハードプレスなんだ、4上がり、ディフェンス、え、強そうじゃない、これ強そう、絶対俺これ欲しい、俺ダニーロ・ペレイラ欲しいわ。ということで、ムバッペ、ただムバッペね、今持ってる人、確か一発目で出てきたムバッペだったんですけど、それがね、もう使ってないですよね。だから来られてもこう、おい、フィジカル、あ、ちょっと、あ、3番まさか、まさか、あ、キンベンベか、持ってっから、キンベンベは持ってんのよ、強いとは言ったけど、持ってるから、持ってる人いらないよ、持ってない人でお願いしますよ、そのコナミさん、持ってない人に頼むよ、マジで俺本気でやってんだよ俺。でこの時期いつもね、もうレート2000くらい行ってんだけど、今年まだ900なんだよ、1000行ったり来たりな、頼むぞ。おっと、左の誰だ、22番誰だ、ペレ、イラ、違う、ディアロ、ディアロか、これあるんじゃないの、ディアロ、あれか、ちょっと白髪混じりか、おいおい、神引きしてんじゃねえよ、レベマに金かかんだろうがよ、やめろマジで、ちょうどいい感じに仕上がれよ。
頼むマジで、これレベマかかるやん金が。マジで頼むぞ。誰が欲しいだろう。ディアロをゲットしたでしょ。ムバッペかな。あれ左利きばっかじゃん。マジのブチギレじゃない。もうブチギレすぎて俺ダイパンも出ないよこんなの。ふざけんなよマジで。なんなんだこれ本当によ。おい、マンチェスターユナイテッド行きますか。カバーニー、はい強い、カバーニー強いです。この気づいてない人多いかもしれませんが、この人は強いです。うん、ハリー・マグワイアはやっぱ鈍足で、うん、舐めてんのかって感じですね。マティッチは強いです。やっぱ鈍足でもフィジカルアンカー強い。アレックス・テリスどうなの。ルーク・ショーが結構やるけど、なんかルーク・ショーの方が強そう。ワン・ビサカはもうみんな持ってた方がいい。フレッジもまあまあです。うん、ビクトル・リンデロフはちょっとちびっこですかね。まあでもそうね、ちょっとだけ足りないね。ダニエル・ジェームスはスーパーサブ、決定力は79のエスパーサブで80ちょいか、ちょっと足りないね。まあ当たりはマティッチ、カバーニ、ワンビサカかな。一番の当たりはワンビサカ、その次カバーニ説あります。頼むカバーニ当ててくれ。ワンビサカは僕持ってるんで、ただ能力上がっててもな、また取り替えたくなっちゃうからな。あ、左利きのアレックス・テリス的な。え、誰だこのヒゲのもじゃもじゃは。認めねえぞ俺は、認めねえからな。アレックス・テリスなんて絶対使えません。絶対使わない俺は、こんなやつが絶対使わない。うちにはパバールちゃん、そしてマルディーニちゃんだっています。今 AC ミラン補正ですからね、マルディーニちゃんも輝けるようになってます。そんなとこにね、舐めてんのかと。お前、あ、誰だ、足、腕の太さ、ヒゲ生えてたね。5番、お前はマジでいらん。マグワイアは俺も正直ね、ライブ配信をね追っかけて見てくれてる人は知ってると思いますけど、相当信じました。僕はマグワイアのこと、ただ彼は全部裏切りました。僕のこと、これはもう俺はもう信じられない、もう信じられない、あの人たちのことは。頼むカバーに来い。12番、何番だった、このタトゥー、そしてこの顎、2番だ。まさかこのシンコの感じは。拍手するかー。なんやねん、なんやねん、なんやねん、なんやねん。リンデロフはマジでない。あれラスト、あれ3回も引いたっけ俺。不正されてんじゃないの。え、パリでしょ。あ、引いてるわ。シティでしょ。あ、引いてる。モラタはマジで強い。俺もう信じてます。スパサブ最強はモラタだと。信じてます。ただ今週 D だよね。はい。シチェスニーは強いです。はい。ボヌッチはまあまあです。はい。ロドリゴ・ベンタンクールはまあまあですね。結構俺使いやすいと思う。当てたいですね。クアドラードちゃんはこらという感じですね。アルトゥールちゃんも、お前、なんちゅうやめ方しとんねんっていう感じですね。お前、マイノクラブ、バルセロナ、なんちゅうやめ方しとんねん。マッケニーはあるでしょ。マッケニーはあると思うよ。あれ、クルセフスキーはあるんだっけ。あー、でもクルセフスキーじゃないんで、もう一人違う人じゃなかったっけな。あれ、違うクルセフスキーはスパサブがつけれるんだっけ。まあ、正直、ロナウドいないんで、モラタ、かなー、神引きは。何人いるか分かりませんけど、その分の1、その分の1もらった。引けるか引けないか、シャマの神引き力お願いします。そう言って、おいおいおい、本当にない、本当にない、もう目も当てられないわ、これはないぞマジで。おい、俺はね、個人的な評価になっちゃいますけど、この足速いだけでシュートのパスもそんな上手くない人、もう断固としてノーを言いたいんですよ。今まではそうやってやってきた。頼む頼む、モラタ強くなってるよね。俺昔のモラタなんだよね。あ、モラタは左じゃないぞ確か。誰だよ。あ、クルセフスキじゃない、この若い番号は。クルセフスキはね、この間も当たって一切手つけてないですね。あー、頼むぞラスト、マジでこれ頼むよ。100円か稼ぐのにね、俺がどんだけの子供たちを騙して嘘の情報を与えてサムネで釣って
広告入れまくって嫌がらせした。10番もしかして、ちょっと頼むぞ。え、この30番ベンタンクール、まあいいんだけどさ、モラタ見せてよ、モラタ。いやもう大パン出そうになったらもう抑えて。はぁ、まあいっか、ちょっと一回見てみよう。もう見る気になれないけど見てみようよ。もうマジでベンタンクル、クルセフスキー、あ、いらん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 、あ、いらん、あ、ディアロいる、あ、ディアロ、ディアロロドリぐらいか。ルーメンディアスはどうしよう、強くなってんのかな。でも強くなってたらレベマにしたくなっちゃうなということで、もうクラブセレクション、まあかなりねメンツも揃ってるんでピンポイントでの補強になりますから、こういう結果になりましたけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうかということで、まあ一般的に見たらね、神ガチャだなんて言われるんじゃないですか。ただこの時期にね、このレベルの選手で喜ぶやつ、ゼロ人説捉えたいと思います。アイコニックヨークコール木曜日に来ますんで、そちらを楽しみに僕は生きていきたい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー入れ大好き。